皆様こんにちは。今日は恋愛心理学より恋愛依存に陥った男女の特徴を解説していこうと思います。恋愛依存というと代表的なもので、恋人はできるけど長く続かずに別れ、またすぐに違う恋人を作ってしまう、常に誰か異性がいないと寂しくていられない、そんな行動を繰り返す人のことを恋愛依存症と呼んでいます。今回は自分が恋愛依存かもと思っている方や、パートナーが恋愛依存かもしれないと思っている方へ、男女別の特徴や結果、どうして恋愛がうまくいかないのかというのをお話ししていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。まずは依存症とはどういったことを指すのかお話ししていきますね。依存症とはある特定の物質や行動へのコントロールが効かなくなる病気のことです。例えばアルコールや薬物、タバコなどは物質依存と呼ばれ、ギャンブルやスマホ、恋人などに対する依存を行動脂癖と呼んでいます。依存症は別名避妊の病気とも呼ばれており、例えば自分は病気ではない、自分よりひどい人は他にもたくさんいるなどと自分の事実を認めようとしません。他の病気と違ってどこかが痛いわけではないので、自身が気づきにくいというのが依存症の特徴です。ネットの記事で調べた結果で、恋愛依存と呼ばれる特徴をいくつか挙げていきます。まずは男性の恋愛依存の特徴です。1、しつこく連絡してくる、連絡が遅いと異常に怒る。2、予定を把握したがる、友達と遊ぶことや習い事に制限をかけてしまう。3、相手を支配しようとする、俺と友達どっちが大事なのと迫られたりする。4、思い通りにいかないと感情的になって怒り出す。5、大事なことから逃げようとする。では次は女性の恋愛依存の特徴をいくつか挙げていきます。1、とにかく恋人を優先する、彼中心の生活を送ってしまう、友達や仕事よりも彼を優先してしまう。2、マイナス思考が激しすぎる、ちょっと帰りが遅くなっただけでも浮気をしているかもしれないなどとすぐに悪い方向へ考えてしまう、メールや電話がないとすぐに不安になってしまう。3、相手を束縛してしまうなどが挙げられます。男性の恋愛依存の特徴で大事なことから逃げようとするというのがありました。恋愛依存をする男性は自分に自信がないと思っている人がほとんどだと言います。なので責任を取ることや相手と向き合うこと、人に合わせるのが極端に苦手と言われ、大事なことになると急に距離を取りたがります。これを回避依存症と言います。女性はどちらかというと男性を束縛したいタイプが多いです。回避依存症の男性は女性の気持ちや人に合わせるのが極端に苦手なので、束縛されると急に怖くなり逃げ出してしまうという行動をとってしまうのです。一方、女性の恋愛依存は相手に嫌われたくなかったり見捨てられるのを極端に恐れているのが特徴です。これを共依存と言います。共依存に陥った人はとても責任感が強い面があり、例えば苦しんでいる彼を助けたい、ダメな彼を支えられるのは私しかいないなど、相手から必要とされる自分を感じたいと思っています。恋愛がうまくいかないのはこの回避依存症の男性と共依存の女性のパターンがとても多いです。誰かに頼らないと生きていけない女性と逃げたい男性、最終的には男性も女性も依存症という病気によって楽しいはずの恋愛が苦しいものとなっているのです。そして依存症であることを自覚しないまま、また次の恋愛をしてもうまくいかないのは目に見えています。これが恋愛依存に陥った男女の特徴です。次はどうして回避依存や共依存に陥ってしまうのか原因を見ていきましょう。回避依存も共依存も共通している原因が幼少期の家庭環境にあります。小さい頃に親から愛情を受けず大きくなった場合、特に虐待や親の育児放棄が引き金となり、大人になっても誰も信用ができず、結果人と関わることを拒絶してしまう。もう一つ、親から愛情を受けず育ってしまった結果、愛情を受けたかったという思いから
好きな人にはたくさんの愛情を注ぎたいという気持ちが強くなり、でもちゃんとした愛情を受けていないため、歪んだ愛情しか与えることしかできない。他にもストレスが引き金となり発症したりもします。しかしほぼ原因は幼少期の家庭環境にあるので、回避依存、共依存の方は自分自身を責めないでほしいのです。だって歪んだ愛情でしか与えられなかったのですから、仕方ないのです。いろいろ本やネットの記事でどうしたら回避依存と共依存を克服できるのかというのが書いているのですが、正直克服するのは難しいと思います。幼少の頃の記憶はそれだけ強烈に焼き付くということなんです。自己肯定感を高めようとか、恋愛以外の趣味を持とうとか言われてすぐにできるようなら、依存症で苦しむ人はいないと思います。依存症は遺伝の要素も含まれます。親から引き継ぐ遺伝で、アルコールで 44%、 タバコで 58% と高い数値が出ています。だからあなたが悪いのではないのです。もし回避依存や共依存かもって思った方は、まずは依存症という病気であることを常に自覚していてほしいのです。相手といていつも苦しいようなら、まず依存症を疑ってみてください。病気と理解すると少しずつ考え方が変わってくると思います。恋愛は苦しいものではなく楽しいものですからね。では本日はここで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。それではさよなら。